キャンプにある、小集落の風景ボランティアポンとキャンプは、フォークランド諸島において、唯一の町であるスタンリーと、多くの場合には、イギリス空軍のマウントプレザント基地の広大な敷地を、除いた、残りすべての領域を指す用語である。この言葉は、スペイン語で、畑や、野原を意味する観光に由来している。キャンプには、フォックスベイ、グースグリーン、ダーウィン、ポートハワードといった、 小集落がいろいろ含まれるが、そのほとんどは数軒の家があるだけである。東、フォークランド島に北にあるポートルイスは、1764年にフランス人たちが入植した、フォークランド諸島の中でも最初期からの定住地である。ソーンダース島のポートエグモントは、現在では廃村となっているが、最も初期のイギリス人入植地であった。キャンプの人口の大半は、東、 フォークランド島に居住しており、西フォークランド島がこれに次ぐ。ペブル島、シーライオン島、ウェスト、ポイント島、ウェデル島、カーカス島といった周辺の島々には居住者がいる。キャンプは公的な文脈でも用いられる表現であり、例えば、フォークランド諸島立法議会には、スタンリー選挙区とキャンプ選挙区がある。キャンプには、マウントプレザント空軍基地の他にも、メアハーバー、 マウントアリスといった軍事施設がある。また、世界で最も南に位置する釣り橋、ボディークリーク釣り橋もキャンプにある。キャンプのあちこちには、フォークランド紛争当時から地雷が敷設されたままになっているところがあり、特にスタンリーのすぐ外側の一帯は地雷原になっている。フォークランド諸島における公式の標準時は、長年にわたって夏時間がアトックマイナス3であり、 2010年9月からは、これが通年の標準時となっているが、キャンプの住民の多くは1年中アトックマイナス4で過ごしており、フォークランド諸島ではこれをキャンプタイムと称している。こうした事情は、2009年にヒルコーブで作業をしていたイギリス陸軍工兵隊が西フォークランド島では、スタンリーとの間に時差があることを知らずに混乱が生じた原因となった。キャンプにおける 主要産業は牧用であり、他には漁業と観光業などがある。キャンプからフォークランド諸島立法議会に選出される代表は3名であり、現在はロジャー・エドワーズ、シャロン・ハル・フォード、イアン・ハンセンがその任にある。ありがとうございます。